滝川第二高等学校、滝川第二中学校は、神戸市西区にある市立中学校、高等学校。1984年に開校。設置主体は、須磨区にある滝川中学校、高等学校と同じく学校法人、達川学園。サッカー日本代表選手を何名も輩出するなど、サッカーの名門校として知られている。1984年開校。 中学校は2004年に新設開校。設立当初は部活動に尽力を注いでいたが、高等学校には2005年より、スーパートクシン L コース、2016年度より、スーパーフロンティアコース、クリエイティブフロンティアコース、中学校には2021年に、プログレッシブ数理探究コースを開設するなど、近年には、難関大学への進学指導にも力を入れている。 2020年度以前2021年度以降、自然環境に恵まれた広大な敷地に、校舎、スポーツ施設が立ち並んでいる。敷地内には、グラウンド、野球場、ゴルフ練習場、アーチェリー場、テニスコート、学園寮、駐輪場など整備されている。だが、プールがない。敷地内に、新規バスの停留所がある。重点部活動に入部をするのであれば、 入学前にセレクションを受けなければならない。誇りをかけて、伝統校の朝鮮神戸新聞2010年7月5日、部活暴力で、後輩天学賠償命令、滝川2校、元野球部員読売新聞2013年11月8日、春季県高校野球滝川第2が、出場辞退部員がかけとランプ。ありがとうございます。